はい、どうもキカです。今回はですね UFC2 というこちらのゲームやっていきたいと思います。ただちなみに UFC 時代私あんまり詳しくなくてですね、ただ結構前にプライドとか K1 がめっちゃ流行ったじゃないですか。もうみんな話してたっすよね。まあ私もその一員で、まあ、完全ミーハーなんですけど、まあテレビでやってたら見てた程度なんですけど、まあ、その時にね活躍してた選手が結構このゲーム収録されてたんで、まあちょっとねそんなゲームを紹介したいと思います。それでですね、今これねこのゲームゴールデンウィークのなんかプレイステーションストアのセールで結構安くなってるんですよ。1500円くらいかななってるんで、まあ、気になった方はどうぞ買ってみたはいかがでしょうかってことで、それであとね私ねこの前誕生日でして、それ誕生日プレゼントとしてねクレイジータイガーさん私の多分ねトップページの多分おすすめチャンネルのところにも多分あると思うんですけども、クレイジータイガーさんって方まあ、YouTube 配信してる方のからプレイステーションのポイントをプレゼントしていただきまして、いや本当にありがとうございますってことで、それでこのゲーム買って、まあ、やっていこうかなってことでございます。そしてまあこれでねなんていうかねファイトナウというまあ一発勝負っていうか、そうですね、なんかストーリーモードとかじゃなくて、なんて言うんだろう、練習試合、まあ、練習試合みたいな、そんな問答をとりあえず一戦やっていきたいと思います。それでよいしょ。そうですね、ヘビー級、ちなみにそうそういろいろ階級があったり、あとね女性とかもそういるんすよ。ただ女性とか全然俺詳しくないんで、とりあえずはヘビー級かな。そう俺ねどうしても使いたいやつがいたんですよ、これ。そうこれでだからね結構ね、そうそうほらほらほら、ノゲイラとかいるんですよ。ノゲイラとかほらアリスター・オーフレームでしたっけ、懐かしい懐かしい、こういうね、選手がいて、あとそう桜庭もいるんですよ。桜庭もいるんですけど、これはねちょっとね高いバージョン、ちょっとね高いやつをね、なんかなデラックスエディションみたいな、そんなやつを買えばさ、あそうそうそう、マイク・タイソンとか桜庭とかを使えるようになるんで、まあね気になった方は高い方を買った方がいいんじゃないかな。俺ちょっとね安い方買っちゃったんで。それでね私今回やりたいのはやっぱりねミルコっすよ。みんなねやっぱミルコ好きでしたよね。やっぱあのねミルコのハイキック、左ハイもねここでね実現したいと思います。それでね敵キャラはね、相手は誰にしようかな。相手はね相手もやっぱねそれなりに知ってる人がいいなと思って、あそうそうマーク・ハント、いいね、マーク・ハントもいるんだ。マーク・ハントとじゃあミルコ・クロコップでこれでやっていきたいと思います。よいしょよいしょ。それで難易度ハード、待って待って、イージーノーマルハードプロ、やっぱプロでしょ、やっぱりね、そう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 、やっぱりね、俺はね、やっぱりこう見てましたから、格闘技のあの試合を、俺のね、体にもね、格闘センスがあると信じたい。それで、これは何だろう、5ラウンド ?5 ラウンドでいいや。これは何だろう、リアルタイム、リアルタイムで5分やるかみたいな感じかな。まあいいや。これで、場所はトヨタセンター。よし、トヨタセンターってなんだよ、どこだよと思ったけど、じゃあこんな感じでやっていきたいと思います。ミルコ・クロコップ対マーク・ハント。実際、あった気がしますね、これ。ミルコ対マーク・ハント。確か、ミルコの左ハイで決まったような、淡い俺の記憶。さあ始まりました、ミルコ・クロコップ VS マーク・ハント。いいね、いや英語の実況ですか。いやーまあねそう、まあ、ここそうそう、あそうこのゲームね英語版なんですよ。そこがねそう結構ねそうあのね説明の部分とか英語なんでちょっと分かりにくいんですけど、なんか結構ねUFC って検索すれば日本語でね説明してくれてるサイトとか結構あるんで、それを見て勉強するのもいいと思います。俺もねちょこっとだけ勉強しましたちょこっとだけ勉強してこの、試合に向かいたいと思います。打撃とかのやり方はわかるんですけど、まだねちょっとね掴んだり離したり
そこの部分がねちょっと苦手なんですけど、でもマーク・ハントの相手だったらそんなにねグランドの戦いにはならないと思う。グランドってあグランドグランドってどっちあれなんで寝技で戦うのなんて言うんでしたっけ。やばい、そうっすよね。もう最近もうあ来ました、ミルク・クラコット選手だ入場ですということでね。でもうそうっすね、テレビでも全然やらなくなったっすもんね格闘技。いや一時期のすごいブレイク具合は何だったんですかね。別にやったら俺見ると思うんですけど、なんだろう、なんか大人の事情でもあるんですかね。なんかいきなりなくなりましたよね。ということで、まあとりあえずやっていきたいと思います。よいしょ、とりあえずねガードと打撃は練習した。おおお、待って待って、ごめんごめんごめん俺もあのなんつうの、最初さ認定とか出してそれでさあよろしくみたいなのやりたかったんだけど、やり方が分かんなかった。オッケーオッケー、とりあえずそう、なんか結構はリアルじゃないですか。リアルリアルリアル、痛い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 、お殴ってるかあるよ、殴ってるか、ほら、おいいねいいねいいね、おいきなり勝てんじゃね。ちなみにそうそう、相手はあれですよ、難易度プロですから、一番最高難易度ですから、やっぱりね俺の中に残ってるのかもしれないこの格闘センス。本当にね、そんなにそう打撃はね難しい操作がないんで、この本能のまま殴るみたいな感じ。殴って殴って蹴って蹴って、ほら何かかと落とし、なんか待って待って、アンディフグみたいなかかと落としじゃなくてさ、あれが、あ待って待って、痛い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 、あれがやりたい、戦慄の左ハイキック、痛い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 、ほらくたばれくたばれ、オッケー、ほらなんかクラッ、行くよ行くよ、左キック左ハイキックどうやってやるんだろう、これだ、あこれ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 が、あ待て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 、ごめん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 、実はねわかんないの、実はねここら辺がよくわかんない。オッケー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 、ほら入った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 、あー惜しい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 、いけるよ、マークアンド倒すよ倒すよ、ほらほら今だ、あーなんだよ今のチャンスだっただろう、よいしょ、やっぱりね分かった分かった、俺左ハイのとりあえずやり方が分かったから、これでマジ決める、マジ決めるよ、ほらいたいた、オッケー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 、いや熱いよこのゲーム、マジ熱いマジ熱いマジ熱い、いいねいいねいいね、いけるいける、あフラフラしてるフラフラしてる、ほらいった、なんで倒れねえんだよ、いやマーカウント強えな強えな、オッケーオッケー、待って痛い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 、ガードもきっちりガードもきっちりガードきっちり、オッケー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 、そして隙あるか、あー惜しいな、オッケー、いけるんじゃないいけるんじゃない、ほら来た来た、勝った左ハイキック、これがミルコの左ハイキックや、なんだろう、リプレイとかないんです、おリプレイドワーと、こんな感じでね綺麗に決まりましたわ。そう本当にね単純操作でね本当にね分かりやすくて、それでこのね打撃のすごい緊張感味わえる、なかなかいいゲームだと思います。なんだろう終わっちゃった、もっと長くなると思ったんだけどなでもまあそうですよね、難易度も最高でやったんで、まあミルコ・クロップミルコ・クロコップ選手の優勝つか勝利ってことで、まあねこれで終わりかなまあこんな感じでね、あとはねそう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 、あとなんかこうキャリアモードとかいろいろあって、そうでもそう英語なんですけど、そうキャリアモードやったりノックアウトモード、あそうそう、これが多分ね打撃技しかないモード、そういうモードもあるんで、じゃあこれちょっと最後やってみようかな。そうだから寝技とか、そう、まあ、つまり俺も寝技わかんないから、寝技わかんない人は殴るだけのモードもあるんで、すごいわかりやすい。じゃあミルコ誰やつ買うかな。やっぱ俺ねミルコ好きなんですよね、やっぱミルコみんな好きですよねミルコとじゃあアリスタ・オフレームやっていきたいと思います。それでディフィカルト、プロ、ファイトタイプ、何これ、え、わかんねえわかんねえ、ベス
ト・オブ・サドンデス、サドンデス、ああそういうことか。はい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 、ああ三戦ってことかな。これでいいよ。これ何、これペナルティヒットリカバー、やべやべ、よくわかんないけど、レッドコーナー、どうです、ああ、体力ってことかな。あ、体力満タンにしよう、お互い。よし、これでいこう。はい、ということでミルク・クロコップ VS アリス・オフレームということでやっていきたいと思います。これはね、もっと打撃だけのほらルールなんで、いった、やべやべやべ、アリスタ強えな、痛い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 、やるじゃねえか、いや痛い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 、やべやべやべ、なんかマークハンというか全然強いんだけど、いけいけ、オッケーオッケーオッケー、ただれ、また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 、危ない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 、あ、バカ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 、ガードガードガード、怖え怖え怖え、いやす、いやマジすげえすげえプレッシャーなんだけど、ほら、やべやべ、何が、うわ、まマジでか、一発すー、うーわ、カウンター入ったわ、綺麗に、待って待って、これ終わり、ちょっとね納得いかないもう一回やろう、もう一回、もう一回やります、頑張ろう頑張ろう、いくぞこのやっ、ほら、なるほどね、あれがもう上のやつも体力なんですね、ほんとこれほんと格闘ゲームだ、ほんとに、お、いいねいいね、ワン、ツー、スリー、おら、どうだ、おら、いける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 、最後最後ハイキックで決めっかな、最後ハイキックで決めるよ、くたばれ、ちくしょ、あ、待って待って待って、あ、痛い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 、あ、バカ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 、おら、やったこれがミルコのハイキックや。そういうね、結構ね、そう単純操作でこれだけね熱くなれるゲームということで、まあ UFC2 ってことでしたね。ということでね、今回はじゃあこれで終わりたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。失礼します。